木村義一は日本のプロビリヤード選手。得点ではなく技の美しさを競うアーティスティックビリヤードの第一人者として知られ、ビリヤードの神様と呼ばれる。日本プロポケットビリヤード連盟に所属していた京都府出身。米軍キャンプで働いたことがきっかけでビリヤードを始める。長らくサラリーマンをしており、その間親戚が経営していた。 プールバー、白バラに通っていた。そのオーナーが引退するにあたって木村が白バラの経営を引き継ぐこととなった。それをきっかけにプロテストを受け、プロとなる。そのためビリヤード歴は長いが、プロになったのは50歳と非常に遅い。フィギュアスケートやアーティスティックスイミングのように素人が見ても面白みが出せるようにとアーティスティックビリヤードの技を開発するようになる。 現在その技は200種類にも上る。その技術とオリジナリティは世界中のプロたちから尊敬を集め、中でも有名な木村ショットは海外でも異形を込めて木村ショットと呼ばれる。2006年ニューズウィーク日本版から世界が尊敬する日本人100人の一人に選ばれた。二千八年の白バラ閉店により一戦から知いたが、その後もプロとして 活動を続けた。2013年には、日本のビリヤード発展への貢献により、BCJ ホールオブフェームの表彰を受けた。2016年1月23日に死去。84歳没。全国ネットも数多いが、京都市在住のため特に、関西ローカルのテレビ番組を中心に、多数の出演歴がある。特別に招待されて、 海外のイベントやテレビへの出演歴もある。ありがとうございます。